南役の高橋みなみです。ウー、あれなんで死んでるお前がここにいるかって気になるでしょう。実はですね、天の目を受けて私高橋みなみ今日一日限りこの地上に舞い戻ってまいりました。いや素晴らしいね、足があるってね。あっちで足ないからさ。いやいいね、この土踏みしめちゃうよということでですね。いや寒いね、寒いってちょっと見てくださいよ、あっち雪よ、ここ北海道かっていうね。いや実はまあ関東なんですけども、まあ、雪積もっちゃってるよねということでね。実はですね、今日本日あちらで重要なシーンが撮られているということで、私死ぬ気で、死んでますけれども死ぬ気でレポートしてまいりたいと思います。ただ1日限りなので本当時間ないんですよ。ちょっとドタボタすると思いますけど行ってきたいと思います。見てください、こちらで撮影が行われているということで、まあ、私死んでるから関係ないんですけどね。はい、行きましょう。これって言われてる。ダルビッシュです。間違えた、ダルちゃん、ダルマです。くそくそ、私が泣き、今アツコの親友としてですね活躍しているダルマ。俺のもんや、嵐のもんじゃ。お前はもう古いね、今は俺の時代。くそ、なんなんだ。皆さんどうも、どうもどうも、何やってますですか。これはもしかしていわゆる四天王といわれる人たちと、そして副部長の佐田さんですね。佐田さんどうですか今日。佐田さん見えてますか。佐田さん、佐田さん、私今戻ってきます人間界に。どうですか、佐田さん。動いてる、佐田さん。あれ鳥羽さん、なんか意気込みとかありますかね。私お弁当取ってくるね。コメントより弁当ということでね、まあ、ぜひ一言いただけるととっても嬉しいんですけれども、ボソッと、ボソッと何か。マリクさん、アトリコエさん、ベッド持ってきました。よかった。あー、ちょっと頭回ってみましょうか。ここはね、ちょっとどんどん入っていきましょうかね。こちらが卒業式が行われている体育館ということなんですけれども、おー、ほー、ほー、ほー、おっ、あそこに、ゆうこ先輩がいますよ。ゆうこ先輩が、ちょっとね、うち死んでるからもうちょっとあの手柔らかにしてあげて。どうですか、ちょっと今重要なシーンということなんですけど。近くない。近い近い、どう。重要なシーン、うん、そうですよ、重要なシーンですよ。死んでしょう。なんで来てないの、なんでいないの。死んでるから生きようとしてる必死な、うん、姿をちょっと見せれればなと思って頑張ってます。頑張ってください、ゆく先輩。はい、見てください、ここ、このチンピラに掲げてネズミがいますよ、ネズミが。あのちなみにですね、あのネズミさん、私お腹減ってまして、一口だけ食べませんか。あ、お茶じゃないですよ、お茶じゃなくて、この具材の方も、あの、あ、しょうがないな。あ、くれるって、くれるって。いいだろう、視聴者の皆さん、いいだろう。眉毛から、眉毛から合わせてくれ。ちょっと待って、端の甘いな。ちょっとあの中身くれると嬉しいけどね。しょうがないな。あ、くれる、くれる、何くれんの。はい、いや、用事なんていらないのよ。トラさんじゃないんだからさ、こちらのちょっと、まあ、避難所みたいになってるんですけど、実ははい、こちらの避難所に例のあの人がということで行ってみたいと思います。いた、いたで、いたで、ターゲットが。誰やお前。ヨーガクラン。お前誰や。ヨーガクラン。スルメ食うか。スルメくれるのか。スルメくれるのか。おはようございます。おはよう。おはよう。まあ今日学ランさんです。イエーイ、イエーイ。優しいね、やっぱ学ランもね、本当にね、ありがとうね。何の話。今日はね、重要なシーンの撮影ということなんですけど、うん、なんか意気込みとかありますか。まあ、サイは前田四天王のチームな感じなので、うん、なるほどね、あっちゃんを見守る顔を抜かれてればいいなって感じですかね。なるほど。なんかちなみに思い出深いシーンとかあります。
自分のお話ももちろんだったんだけど、一回あっちゃんをとか、ま、だるまを守るためにあの歌舞伎たちと一緒にブラックを倒すっていうシーンだったんだ。そこはやっぱなんか友情っていう感じがして、こういうヤンキーならではの友情が描かれてるんじゃないかなって気がした。なるほど。この作品の重要人物に会いに行きたいと思います。こちらです。監督、おはようございます。魔術科学園のメイン監督、高橋さんです。高橋みなみさんじゃないですか。高橋でございます。おはようございます。すいません、実はあまりですね、監督とご絡みしたことがないということで。監督、私をもうちょっと出してくださいよ、うん、ちなみにこの子こういうとこ撮ってて、なんか成長してきてるなって思ったメンバーとか。みんな成長してるんじゃないですか。なるほど。みんなこう切磋琢磨して成長してる感じが出てるんじゃないですかね。なんで高井さん、こんにちは。もしかして役名わかんない感じですか。うなぎ、あれ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 、バンジー。おー、あぶねー。なんか意気込みとかあります？そうですね、実はあのホルモンたちは昨日結構重要なシーンが終わってしまって、今日は、まあ、結構見て、うん、なんか深刻な面持ちで見るっていう、うん、多分演技がほとんどだと思うんですけど、でもね、どんな手、ね、真剣な眼差しを送れるかが勝負だと思いますね。なるほど、どうですか。ですね、そうですね、ゆうこさんの、うん、まあ、やってましたけど、ね、演技に、ね、どれだけね、自分も乗っかってじゃないけど、うん、そうね、空気感というかね、空気感を出せるか。なるほど。あそこに仲間いるけど。あ、本当だ。どうも。ブラック。ブラックどこだ。ブラックそこか。ブラック、ブラックそこか。確か。見たか。確か。おはようございます。どうもどうも。どうもどうも。何してるんですか。よかった。ゆきりんだけは優しいのよ。ありがとう。初めて全員でやってるので、なんかちょっといつもと違う緊張感ありますけど、うん、なるほど。高宮さん、この初めて会いましたね。そうね、私結構上手くなりになってるからね、やっぱりなかなかみんなと絡むなくて今日いるんですね。だから今日がっつりみんなと絡んでいこうと思ってる。今日なんかこの尺もらってすごい嬉しい。ありがとうございます。今日なんか空回りしてますよ、この方。そうなの、でもね、ゆきり優しい。みんなね、絡んでくれないのよ。まゆとかあーんって言っても用事渡されてた。頑張ってください。ありがとうございます。あー、元気出た。じゃあ次行こう。ポカブキ、なんやな、なんこれ、なんこれ、これ触って、ついた、ついた、インクついた。絵の具なの。絵の具らしいですよ、これ。びっくりですね。だからずっと24時間上って、これは。なるほどね。なるほど。乾かないんだ。乾かないんですよ。だから寝るときもこっちで寝て。ナチさんのデコ寝みたいな。デコ寝的な感じで横で。なるほどね。深渕さん、高見はどうやって、高見はどうやって寝るの。高見のね、横で。同じやん。同じやん。なかなかね。こちら、ミャオさんとラブタンさんです。ミャオ役ミャオです。ラブタン役ラブタン。今回で重要なシーンということで、どうですか、意気込み。いや、みんなでこう力を合わせないとあれなんですかね、やっぱいいものは作れないんじゃないかなって話してたんです、ちょうど。本当に、はい、本当に。ラブタの意気込み。はい、私もやっぱ大勢いるんで、やっぱみんなが力を合わせてこうね、頑張っていかないと。なるほど、全く同じこと言ってますけど、いつになっても終わんないじゃないですか。なるほど、撮影が。なるほどね。だからみんな集中してそのドラマの撮影をいけないなって。なるほど、そういうこと。なるほど、すいません、食事中ありがとうございます。いやいや、頑張ってくださいね。むくち、おはよう。喋った、喋ったしゃべりますよ、ちゃんと。私むくち役の小森です。よろしくお願いします。ね、まあ、あんまりね、なんか劇中はあんま喋んないじゃん。そうなんですよ。もう多分これからもっと喋ると思うので。本当に、はい、本当にこれから喋る。喋ります。喋るそうです。じゃあ注目してください。ムクツじゃなくなっちゃうね。そうですね、逆にムクツじゃない。なるほど、はい、感じで。そうですね、ムクチは実際ちゃんと喋れる子なんですよ。で、ちゃんとね、そうなんだ。そうよ、じゃあ監督に後で言っとき。あ、そうですね、セリフくれって。
ます。なんか今カミカミあー生き返るわ。死んでるけどね。みんな前田についていけよ。前田に歯向かうやつは私が相手になるぞ。はい、ということで今ちょっとワンシーン見せてもらったんですけど、さっき絡んだ優子とはもう全くの別人ですね。本当に優子先輩になってましたね。女優の姿が見えてます。劇久しぶりだね。何してたの、坂美奈？天国にいた。あれ？天国にいた。どっちだった？うん、今日一日ね、戻ってこれるって聞いて。あ、ほんと？でも、みゆこ連れてっちゃうんでしょ？そう、一緒に友達になってくれるって言うな。今日初のカットにて終了になる。ありがとうございました。カット98へ。カット。はい、アイスよ。はい、OK です。はい、南さん本日終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。涙が出ちゃうよ。ありがとうございました。いや。温かい拍手に見送られ、私高橋奈美、本日以上でございます。いやなんかほんと涙が出てきそうだいやまあね、こういう重要なシーンにちょっとでも出られただけで本当に幸せでございます。ありがとうございます。微笑むことに命を捧げました。死んでますけれども、ありがとうございます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。私1日限り戻ってきたわけなんですけれども、本当にね、もう優子とかもうメイキングのね、最初の方に私追っかけ回したりして、ちょっとなんか大丈夫かなとか思ったんですけど、撮影が始まったら本当に女優の顔を見せてくれて、メンバーのあんな顔見たことないぞっていうね、びっくりしました。本当にちょっと感動してしまいました。マジスカ学園の撮影を通じて AKB48 みんなちょっとね、一致団結できているんじゃないかなと思います。ということでですね、私今日一日参加して思ったことを実は色紙に書いてきました。じゃあじゃん、 AKB48 マジスカ学園最高最高やで。もうちょっと参加したかったね。ということでですね、私本当に嬉しかったです、今日さんから来て。ということでですね、時間が私迫ってきちゃってます。そろそろ天国へ戻っていかなくては。それでは皆さん、またお日まで、さようなら。